はい、どうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は様々な更新があり、イベントはエージェント S が来たということで、本日の更新情報をまとめ、エージェント S の攻略法を解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずは主な更新情報から見ていきましょう。一つ目がプレミア12開催記念応援プレゼントの配布、 S ランク 10% 契約書、試練チケット10枚が配布されています。まだまだ配布は続きますので、ありがたく受け取っていきましょう。またサムライジャパンの結果に応じて25日からの福袋の内容が変化しますので、サムライジャパンの勝利を祈って試合の方も応援していきましょう。続いて2つ目が特訓 1.5 倍の開催、久しぶりの開催となりました。使用する選手は限界まで特訓を上げておきましょう。ちなみに自分はアニバーサリーの累計開封で獲得した平選手、60連目で獲得した牧選手の特訓を上げる予定です。続いて3つ目が9周年大感謝福袋の登場。ガチャ形式は昨年から改良され、30連目70連目の自チーム確定がシリーズ2の選手確定となっています。これでおかわりを待つ必要はそこまでなくなったので、リーグ勢もこちらを引いて問題ないでしょう。自分も50連引き、明日の動画で上げる予定です。続いて4つ目がドラフトスカウトの登場。ポジションは予想通りライトが追加となりました。目玉ポジションになりますので、各自能力をチェックしておきましょう。またスピリーグ監督の登場がお預けとなっており、スピリーグ配信内で告知があるか注目です。続いて5つ目、プロスピ交換会の告知。こちらも以前の動画から触れていた通り、今週告知がやってきて5日からの開催が確定しました。昨年と形式は変わらず紙イベントとなっていますので、今から準備を進めておきましょう。本日の更新情報は以上となります。続いては本題のイベント攻略に入っていきます。まずエージェント S がどんなイベントかというと、試合を行い手に入る代理人チケットを使用して最強のオーダーを作るイベントです。オーダーを強化するほど強い選手が手に入りますので、累計の進みは徐々に速くなるでしょう。ということで、ポイント解説に入っていきます。ポイント1つ目、オーダー構成ボーナスを意識しましょう。様々なオーダー構成ボーナスが用意されていますが、12球団の選手をオーダーに入れておくだけでクリアは可能となっています。最初のオーダーから12球団の選手が組み込まれていますので、初心者の方はこれを崩さずにクリアをしていきましょう。またエージェントエースに慣れており、少しでも早くイベントを進めたい方はオールイーストまたはオールウエストがおすすめです。記載されている球団の選手を揃えれば12球団ボーナスよりも高いボーナスとなりますので、イベントの進みが良くなります。このイベントに慣れている方は積極的に狙っていきましょう。続いてポイント2つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。前回は8日間で1050枚、前々回は7日間で900枚、今回は6日間で750枚となっています。前回より1日あたりに必要な枚数が減っているため、余裕を持って自然回復で終わるでしょう。毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。続いてポイント3つ目、対戦相手を変更しましょう。対戦相手のランクによってチケットの獲得枚数は変わってくるので、相手のランクが低い場合のみ対戦相手を更新してください。ただ注意点として、自分のスピリッツが対戦相手のランク解放条件を満たしていないとレアリティの高い敵は出ない仕様となっています。こちらが対戦相手のランク解放条件となります。解放されているランクよりも3つ落ちたランクが来た場合は迷いなく対戦相手を変更しましょう。また対戦相手を変更してもスペシャルな相手は登場しない仕様となっていますので、その辺は理解した上で対戦相手を変更してください。続いてポイント4つ目、獲得したチケットはすぐに使用しましょう。チケットを使用しないとオーダーは一切強化されず、高ランクのチケットも解放されないので悪循環となってしまいます。早めに高ランクを解放しないとランクの低い敵と戦う機会が多くなり、チケットを獲得枚数が減ってしまう形です。オーダーが弱い序盤のうちはチケットをすぐに使用することをお勧めします。続いてポイント5つ目、今回の主な報酬に関してです。オーダーポイント報酬、チケット報酬を合わせた主な報酬がこちらとなります。56エナジー S ランク契約書、 S ランク 30% 契約書、 A ランク契約書2枚、 A ランク特訓コーチ3枚、これに加えてミッションの報酬がもらえる形です。開催期間が短い分エナジー配布は減らされています。豪華報酬となっていますので、しっかりと回収をしていきましょう。
続いてポイント6つ目、入れ替えたい選手をベンチに置きましょう。選手獲得の際に入れ替えられる選手は同じポジションの選手またはベンチの選手となっています。そのため入れ替えたい選手をベンチに置いておけばすぐに入れ替えが可能となります。何気なく入れ替えをしているとベンチに入れ替えをしたくない選手が固まりオーダー更新が止まっているケースがありますので、オーダーもこまめにチェックするようにしてください。続いてポイント7つ目、前半のミッション中に後半のミッション条件を満たしておきましょう。前半のミッション10個をクリアするのと同時に後半の11ミッションが追加されます。追加された時点で条件を満たしているものはすぐに報酬を受け取れますのでクリアしておいた方がいいでしょう。具体的には QEA ミート A 以上の選手を2人ずつ、アニバーサリーの選手を1人オーダーに入れるのを意識するのがいいと思います。続いて一通り説明を終えたので実践の方をしていきます。まず試合の方をこなしていきます。こちらレアリティの低い敵が出たら対戦相手を変更してください。試合はこなすだけなのでここはカットをさせていただきます。まあ、その次に選手を獲得していきます。まあ、最初は躊躇することなく代理人チケットは手に入れたらすぐに使用してください。まあ、こんな感じで何種類かの代理人登場するんですが、まあ、それはね運になってきます。まあでとにかくこのスピリッツを上乗せできる選手とどんどん入れ替えを行っていきましょう。まあ本当にシンプルですよね。試合をこなしてチーム補強するだけっていう、まあ特に考える必要もないのかなと思います。まああと強いて言うならね、先ほども少し解説した通り、まあベンチのね選手がまあ強い選手で、まあ今だったら B ランクシュート選手いるんですけど、まあ先に B ランクだけでベンチが固まってたりすることがあるので、まあベンチにね入れ替えたい選手をまあなるべく置いておくようにしてください。まあ今なんかね代打出したりしたいと思うので、まあそんなに意識する必要はないと思います。エージェントエースの攻略法は以上となります。進め方は把握できたでしょうか。いろいろな選手の使用感を試せるいいイベントとなっていますので、この機会に普段使えない選手を使用していきましょう。この情報が良かった方、参考になった方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてイベント期間中の特典に関してです。エージェントエースは別コストのイベントとなっているため、基本的には経験値を選択し V ロードを回ることをお勧めします。各自の状況に合わせて判断をしていきましょう。ちなみに自分は本日引くガチャ結果によって経験値選択かスタミナ回復を決める予定です。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画内でも触れた通り9周年大感謝福袋のガチャ動画を上げる予定です。引き続き勝負のガチャになりますので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。